ガチ君こんにちは。ガチ君は時戸さんの取り組みの凄さを語っていますけど、すんごいすんごいと繰り返すだけで具体例は出してくれませんよね。練習量が多いということなんでしょうか。それとも特別な訓練をしているということなんでしょうか。格ゲーに役立ちそうなところは動体視力トレーニングや周辺視野トレーニングなどがありますけど、時戸さんはやってそうですか。ガチ君が時戸さんを本気で超えるなら、時戸さんの真似ではなく彼がやっていない取り組みをすべきだと思うのですが、どうでしょうか。何か考えがあったら教えてください。まあそうね、俺は常日頃から時戸さんはすごいすごいって言ってましたけど、まあどうすごいか具体で確か出してないか。まあ練習量は当たり前ですよ。その練習量は当たり前なんですが、ストイックさと言いますか、結構狂気じみたこのストイックさは時戸さんのすごいっていう中に含まれてますよね。それこそじゃあまずはストイックさで言うと、去年あった獣道でさ、本来は会場に設置されてある椅子を使うところを、もうそれに合わせるために家からゲーミングチェアを持ってきたわけだろ。まあ、結局ヘッドセット忘れとったらしいけど、やっぱりちょっとめんどくさいじゃん、そういうところって。人なんで、別にそれは会場にあるもん使えばいいやとか、ゲームの対策はすごいするけど、それ以外のことってまあちょっと持ち運びも大変いいし持っていかんけど、もう極限まで普段の練習状況と合わせるためにそういうところをするストイックさよね。しかもあれ電車でもうなんかそのゲーミングチェアに座っとったらしいしね。あとやっぱりその俺時戸さんのすごいなって思う一つに、勝負に勝つところの貪欲さが、まあこれもそうなんじゃけど、その貪欲さにいい意味でやっぱちょっと狂気じみとるなっていうふうには思いますよね。そう、勝つ可能性をほんの少しでも上げるためにどんな苦労もいとわんっていう感じ。その誰よりも勝つことに対して勝つことの価値を感じ取るというか、価値が高い人間だと思う。トパちゃんの時に俺トパンガー TV で聞いたんやけど、時戸さんってどこまで対戦します？その自分と当たる相手が分かっとる相手って言ったら、時戸さんはいや直前まで俺はやるよ、俺が得するんだったら俺は直前までやるって言っとって、てかむしろなんか直前まで誘ってきそうな気配もあったし、普通さそこまでせんじゃん多分。でもあの人は多分やるんよね。そこはなんか勝つため、勝てる勝率が上がるんだったら、自分に利があるんだったらやるっていう人なんで、そういうなんかストイックさをなんかね感じるなと思う。まあ筋トレ云々はまあ多分、まあ、もちろん格言に通じとるところはあると思うんですけど、まあ健康維持のためにやってるのはあるけ、やっぱそのちょっとめんどくさがるところをちゃんとあの人は徹底してやるよね。そのこの間のトパちゃんも1試合目、最終日か、フードさんとの決勝の日、1試合目時戸さんが終わった後家に帰って寝る、でまた会場に来るってやっぱ手間ないんよ普通に考えたら。もうなんか会場におりゃええやって思うところをなんかあの人はちゃんと移動してやるし、 CPT とかでも空いた10分5分とかでも1試合2試合をちょっと直前にやるとか、そこら辺のね細かいところなんだけど、人がちょっとめんどくさくてやらんようなところをあの人はちゃんとやる。それが時戸さんのすごいところやなと思う。本来はやらねえけんよ絶対みんな、でもやらんでもいいよねともなるとこなんで、それはやっぱ時戸さんやりますよねちゃんと。そこはなんかね真似できんくてもいいと思っとんよな。それは時戸さんはなんか時戸さんじゃけできることなんで、そこをなんかあえて寄せに行くとそれこそ結構ストレスになったりとか負担が増えるだけなんで、僕らはそうじゃないところで時戸さんがやってないことをやるっていうだけでいいと思うんですよ。俺が時戸さん本気に超えるんだったら、いやもうあれじゃん、ルークじゃなくて俺ラシード使ってるけど、もう時戸さんの真似じゃないじゃん、キャラが違いますから。俺はラシードっていうキャラで時戸さんを超える準備はもうできてますから、もうその時点で違いますよ、キャラが違いますから。取り組みはまあ言うて似てくるやん、取り組みなんか。でも時戸さんを倒す研究は常日頃からしてますよ、もちろん。時戸さんの癖だったりっていうのはちゃんと自分では考えとるつもりです。はい、時戸さんの弱点というか、いや別に超えるというかさ、超える超えんとかじゃなくて、超えてもまた超えてくるけさ、そうじゃないんよな。でも結局なんかその勝ち負けの世界なんで格ゲーは、まあ超えるイコール勝ったらよね、トパちゃんで勝ったらまあ超える、で次負けたら超えられた、でそれで勝ったら超えるって感じじゃない、これって。人として超えることなんか多分
人を超えるっていうところの価値をあんまり俺感じてないけ。時野さんっていう人はすごい尊敬してるけど、別に超えようなんか思ってないしね。じゃあ梅原さんを超えようとしとんかってそんなことないしね。超えれんのんよ、結局。梅原さんを超えようと思ったら、梅原さんの3、4倍すごいことやらねえけんじゃろ、多分。もっと革命的な、ゼロだったものを1にするみたいなことをせんと超えれんわけじゃけ。無理なんよ。だからそこはなんか、無理なんよ。無理なんよ。そこを超えようと思い出したら、もうなんか格ゲーやってないと思うわ。でけ、僕が目指すのは勝った負けたの世界なんで、そこですよね。徳代さんに勝つっていうところは超えるってところだと思います。